はいどうもこんにちは、まみよしです。最近スマートフォン高いですよね。10万超えとか当たり前になってきてるので、中古で買う方も増えてきたんじゃないかなと思うんですけれども、なんとね、最近ツイッターで見て即購入したんですけれども、こちらの Xperia がなんと3980円で売ってたので、今回はこちらを購入してみました。なので詳しく見ていきましょう。これ動画が公開されてる時にまだあるかわかんないですけれども、概要欄に購入リンク貼っとくのでぜひ見てみてください。イオシスというサイトです。ということで早速こちらの Xperia Z5 コンパクトですね、こちらを見ていきましょう。そしたら早速外観見ていきましょう。イオシスというサイトで買ったので、こちらシール貼ってあります。こちら剥がしていきます。あ、綺麗に剥がせますね。で、カラーはイエローです。詳細見ていくと、カメラがあってフラッシュ、そしてこちらに SO02H という型番ですね。で、フェリカ搭載のドコモ端末です。で、Xperia で、横が電源ボタン、こちら指紋認証対応してます。指紋認証対応の電源ボタンに音量の上げ下げ、そしてシャッターボタン、左側にはこちらにマイクロ SD カードスロットと SIM カードですね。で、ここにストラップとかを付けられる穴があります。ゴムとかついてるので防水かと思います、端末で。上にはイヤホン端子とマイク、下はマイクとマイクロ B の充電端子です。 Xperia Z5 コンパクト起動していきましょう。電源入れていきます。ポチッ、プルって震えました。ソニー Xperia で、コンパクトですね。めっちゃもう軽い。iPhone XR と比べるとこんな感じの大きさです。 SE とかよりちょっとでかい感じです。防水性能を維持するためにはここをちゃんと閉めてくださいっていう防水です。でね、こちらドコモの端末なので、ドコモの SIM カードを入れれば通話だったりデータ通信だったりをすることができます。MVNO の SIM カード、格安 SIM、LINE モバイルとかだったりを使うとかなり安く運用できるんじゃないかなと思います。で、指紋認証はこういう感じで設定ができます。はい、起動できました。 Chrome とかも最初から入ってますね。あとドコモ端末なので、ちょっと、いらないアプリとか、この羊とかね、これは後でオフにできると思います。早速じゃあ Wi-Fi 繋いでいきましょう。はい、 Wi-Fi 繋いでみました。ソフトウェアアップデートがあったので、ソフトウェアアップデートをしていきます。アップデート完了しました。そしたら、で、気になる性能なんですけども、こちら見ていきましょう。まずはカメラ、まあ、適当に撮っていきましょう。ちょっとなんか曇ってる感じがあるかな。撮ってみました。インカメ、そして動画機能で、なんかね、これ自動手ブレ補正っていうのがあって、ちょっと揺らしてみます。こんな感じで揺らしてますが、どうでしょうか。結構ね、補正されてる感じはあります。撮影音がめちゃめちゃでかかったね、今。で、これでカメラ検証 OK で、ワンセグもついてるのでね、ワンセグはワンセグアンテナケーブルをヘッドホン端子に接続してください。これ多分イヤホンつければ多分見れます。イヤホン挿してみました。こんな感じで見れますね。あまり見せちゃいけないと思うんであれなんですけど、テレビも見れる、動画とかも撮れる。はい、そしたらいろんなアプリ検証していきましょう。まずは YouTube 見ていきましょう。音質はまあ微妙ですね。で、最大の画質も 720p までです。 720p でもかなり綺麗ですね。スピーカーは JWAV のここのみですね。で、早送りとかも全然スムーズにいけます。2倍速とかいけるか。2倍速もいけるな。うん、2倍速でも全然いけますね。ということで YouTubeOK です。まあ 720p でも全然綺麗ですね。そしたらインスタ見ていきましょう。うん、普通に見れますね。あ、こうやって見れるわ。スクロールとかもカクつくことなく全然見れます。インスタ OK、まあ、インスタも OK なので Twitter も見れると思います。でね、 LINE とか格安 SIM とか入れれば、こうやって LINE 専用とかもできますので、 LINE とか軽いブラウジングもできます。うん、スクロールとかもいけますね。で、 Wikipedia 見れます。 Web ブラウジングも全然問題ないかなと思います。サクサク動きますね。じゃあモンスト行きましょうか。モンストはちょっと厳しいかもしれないですね。モンストが動けば多分パズドラも動くと思います。モンストも快適に動きますね。全然カクつきとかないですね。画質も綺麗。うん、全然いけます。そんな感じですかね。荒野行動とか重いゲームは、
多分できないと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらの Xperia Z5 コンパクト、こちら発売日が2015年11月なんで、まあ、4年前の端末なんですけれども、まだまだライトな使い方であれば全然使えるんじゃないかなと思います。3980円、まあ、1回分のねご飯代ぐらいでこれ買えちゃうので、サブ端末とかね格安 SIM なんかと組み合わせて使うのもかなりいいんじゃないかなと思います。スマホを普段使わない方とかだったらこれメインスマホとして使っても全然大丈夫かなと思います。で Android のバージョンは 7.0 でした。でこれ EOS っていうサイトで購入したんですけれども、一応 EOS のサイトも概要欄に貼っとくので見てみてください。3980円で買ったんですけれども、今在庫あるのかわかんないですけど、まあ4000円から6000円ぐらいで買えると思います。なのでぜひ皆さん買ってみてはいかがでしょうか。モストとかも軽いゲームなら動きました。最近ね格安スマホって言って新品で1万ちょいとかそのぐらいで買える端末も多いんですけれども、こういう中古でね昔の端末を買うっていうのもまあ悪くはないかなと思います。ということで以上、昔の4000円のスマホの紹介でした。バイ。